指外すんですか。え、親指の場合も親指実は握った方が神経学的には引きやすいって知ってました。これストレッチかけるときもそういう話してるよね。親指かけた方がぶら下がるとか、はい、ストレッチがかかりやすいとかって感じでした。親指側の方が広背筋に対する関与が強いとかって話もあるんですけど、なんで親指外した方がいいんですか。でもどうしても二頭筋の関与が強くなるからじゃないですか。多分握るっていうところが日常生活で普段からこう人間も受け付けされてるし、うん、そうなってくると広背筋じゃなくて末端の方に神経が安くなるっていうのもあったりするし、まあ、初心者に関しては親指を上に外してもらってちょっと慣れてきて神経側痛ができたら握っちゃった方が。これ今どこ効いてるんですか。これは広背筋の下部、下部狙ってる感じ。広背筋の下部です、完全に内転させて進展っていう形、はい、広背筋の真ん中マット僧帽筋中、これは両頸筋、僧帽筋、これでも上部にも入ってくるかな。あとは三角筋、こう、はい、皆さん今何をなさってるんですか。広背筋何が一番、何のためにこんなにグリップいっぱいあるのとか、はい、親指かけた方が実は広背筋入りやすいんじゃないのとか、はい、そしたら何が正しいんだろうってもう一回このパーソナルチームで揉んでるところです。大変失礼しました。初心者の方にどれが一番いいかなとか、そんな感じですね。もう一回考えてみます。これかける派ですか。かけない派です。こうやってみんな多分かかとの上、膝の上にやれって言ってますけど、なんで僕に業者これつけたんですか。そう、これ単純におそらくアメリカとかあってローイングって多分ボートとかのローイングのイメージだと思うんですよ。で完全にこう何、脊柱とかも使っていくし進展しやすくなるから広背筋の下部にも入りやすくなるから、うん、だからこういう前にあったり、そう、で決して悪くはないんだよね。これやると使いが腰痛める、痛めますね。でも仕事量増やすんだったらこっちの方がなんて想像ですか。そう、仕事量増やすんだったらいいけど安全かつ効果的っていうところだったらまず安全を優先して、ダメです。ここのプレートのことはみんな無視した状態でやってるんですよね。でもこれかけると基本的につま先箇所になりますよね、うんうん、そうするとかかとから伝達されなくなってくるんで、うんうんうん、かかと遠筋胸腰筋膜怖いわけですよね。だからやっぱかかとはしっかり面を駆使するっていうことを考えたら